リヒャルト・トマラ、リヒャルト・トマラは、ナチス・ドイツの親衛隊の隊員。ラインハルト作戦で建設された3、大絶滅収容所のベウジェツ強制収容所、ソビボル強制収容所、トレブリンカ強制収容所の建設を指揮した人物。最終階級は、親衛隊隊員。ウェイ・シレジアのアンナホフ出身。1 9 3二年に、国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、 新衛隊に入隊。1939年9月22日に、ポーランドのルブリンに派遣された。1940年8月から、東方地域の新衛隊及び、警察高級指導者、フリードリヒビルヘルムクリューガーやルブリンの新衛隊、及び警察指導者、オディログ・ロボクニックの事務所で勤務するようになった。1941年11月からベウジェツ、 強制収容所の建設を任せられ、1942年3月に、これを完成させた。続いて、ソビボル強制収容所の建設の指揮を任され、1942年4月に、完成させた。さらに1942年5月からは、トレブリンカ強制収容所の建設を指揮して、完成させ、同収容所の初代所長となった。 ドイツ降伏後の1945年5月12日にチェコの一員でソ連の秘密警察 NKVD により銃殺刑に処された。ドイツでは行方不明扱いになっていたが、1957年に死亡宣告を受けた。ありがとうございます。